昭和63年10月15日、大阪球場には50年にわたる南海ホークスの最後の雄姿を見ようと3万2000の大観衆が詰めかけた。地元最終戦となった近鉄戦、若鷹岸川の一発で快勝、有終の美を飾った。昭和13年の球団創設以来、常に浪速のシンボルとして輝き続けた南海ホークスは、ついにその栄光の歴史に幕を閉じたのである。まあ、長嶋君が引退した時に読売巨人軍は不滅です、まあこういった言葉を使ったわけですけども、ホークスは不滅です。ありがとうございました。行ってまいります。